You cheating! No! I fat figured and I paused it, and when I unpause, I'm finished! He missed! No, he did it!2ヶ月前、教育実習中に失踪していた大学生、三越場ヒロ。無残な他殺体となって発見された彼のその人物像が、矢上の調査で徐々に浮かび上がってくる。三越場は4年前に同級生を自殺へ追いやった罪を免れ、そのことを周囲の教師らも承知しているようだった。矢上さん、ここで何してるんです？まあまあ、先生は職員室にお戻りですよね。ご一緒してもいいですか？今、警察が来て、いろいろ話を聞かれてました。そうみたいですね。あなたは三越場君のことを知ってたんですね。殺されてたって。だから彼のことを聞き出そうとしてたんでしょ？ええ。でもほら、ここじゃ何ですから。なんで早く言ってくれなかったんですか？三越場君が事件に巻き込まれてたなんて。警察もまだ伏せてる情報なんです。先生だって他の人に言わないようにって言われませんでしたか？それはそうですけど。刑事たちは他に何て言ってました？そんなことあなたに教える義理はないです。うん、確かに。そもそもあなたは部外者なんです。校内への立ち入りは今日限りにしていただきます。また喧嘩でもして不審者が生徒に危害を加えたなんてことになったら大問題ですから。大丈夫です。その件はもう話がついてますんで。え？ミステリー研究会が俺をぜひ指導員にって言ってくれてるんですよ。理事長の了解も取れてます。俺はもう部外者じゃありません。いつの間にそんな。話は戻りますけど、警察は誰が三越場君を殺したかもう当てをつけてました。いえ、警察が教えてくれたのは三越場君が殺されてたということだけです。何日か前、偉人町で見つかった死体が彼だったと。お気の毒です。あとは三越場君が教育実習中にどんな様子だったかをずっと聞かれてました。こっちからは全然質問できる雰囲気じゃなくて。そうですか、なるほど。あの、何か。三越場君を殺した犯人ですけど、もしかして先生心当たりありません？え？例えば以前この学校で息子をいじめられたと考えてる江原明宏です。当時三越場君はその加害生徒として名前が挙がってました。江原さん、まさか。あんな痴漢で捕まるような人が。やっぱり警察は何も話してないみたいですね。どういうことです？江原さんは
三越場ヒロの殺害に絡んでる可能性があります。は？2ヶ月前、痴漢で捕まってからずっと勾留されてたのに、偉人町のフランシュタイを三越場だと言い当てたんです。県警が身元を特定するよりも前に。じゃあ、あの江原さんが三越場君を殺したんですか？直接手を下したわけじゃありません。アリバイがあるんで。でも実行犯とつながってはいるはずです。八神さんはなんでそんなこと知ってるんですか？沢先生、情報はギブアンドテイクでいきません？え？4年前に先生は三越場にいじめをしてたんじゃないかって問い詰めてたそうですね。いえ、それは。でも今日先生は俺に、三越場くんはいじめをするような子じゃないって、まるで正反対のことを言ってました。以前と三越場への印象が変わったんですか？それとも俺に嘘を？嘘だなんて。ちなみに三越場は今日見つかった甲田さんへのいじめにも関係してたようです。なんというか、人を見下しがちなタイプだったんですかね。そんな。三越場は4年前、江原の息子をいじめてたんじゃないですか？そして先生は何かその辺の事情を知ってる。違いますか？嘘はなしでお願いします。殺しの動機に関わる大事なことなんです。敏郎くんです。え？江原の息子だなんて、そんな呼び方。あの子の名前は江原敏郎くんです。そうですね。すみません、まだ仕事が残ってるので。先生、今夜9時、伊勢崎ロードのプラージュってお店に行きます。そこでなら話せるってことですか？ええ、多分。もしもし。あ、俺今やっと学校出たとこ。海藤さんどうしてんの？飲み歩いてるよ。3軒目に来たとこだ。つまり今日はもう働かねえってこと。なんだよ、拗ねちゃって。つくもたちも一緒？杉浦なら一緒だぜ。つくもはなんかのシステムがトラブったとか言って事務所に戻ってった。なんかのシステム？バズーリサッチャーだかなんだかよくわからねえが、要するに飲んでる場合じゃないんだと。どうする、お前はこっちと合流すっか？いや、この後沢先生と待ち合わせてんだ。はあ、たぼうよ。それはいくらなんでもずるくねえか？あのね、遊びに行くわけじゃないんだから。ほう、じゃあ俺も混ぜろよ。どこに行けいい？酒入ってちゃ仕事になんないでしょ。じゃあまた。んなこと言ってどこか仕込むんじゃねえだろうな。おい、たぼう。おや、八神氏、ようやくご帰還で。海藤さんが寂しそうでしたぞ。大丈夫、杉浦連れて飲み行ってんだろ。さようで。時に八神氏は何やら源田事務所から依頼があったようですな。そちらはどうなっているのです？ああ、まだ説明してなかったよな。なるほど、痴漢で捕まった警察官が実は殺人にも関わってたと。なかなか興味深いですね。ああ。で、その発端は4年前に清涼高校で起きた生徒の自殺。殺しの動機はそれへの復讐だった可能性が高い。そうだ、つくも、その生徒の自殺の件ってネットに出てないか？それならすでに調べたことがあります。理事長の依頼を受けた時、あの高校の情報は一通り集めました。
確か3年生の男子が自宅で首を吊ったんでしたな。亡くなった生徒は江原敏郎とありますね。うん、それだ。ネットで少しだけ騒がれましたが、あまりニュースにはならなかったんですよ。遺書もなく、自殺の理由がはっきりしなかったせいでしょう。第三者委員会の調査でもいじめの証拠は出なかったんです。やっぱりこの子が江原敏郎か。その後、父親が学校でいじめがあったのではないかと清涼高校に訴えを起こしました。しかし根拠に乏しく、ほとんどクレーマー扱いだったようですな。裁判は長引き、判決が出たのは今年に入ってですね。そちらはもうネットでもほとんど記事になってません。そうなんだ。ま、僕が集めた情報はこんなところです。ん？あれれれ？ん？何の音だ？僕の開発した試験中のシステムです。先ほど不具合を直したつもりだったのですが。システムって何の？犯罪の発生を予言するシステムです。なんだって？予言？それはちょっと大げさな表現ですが、それに近しいことはできますぞ。正確に表現しますと、町で現在発生中のトラブルを検出することができるのです。それでも十分すごいと思うが。使っている技術は大したことありません。既存の技術の組み合わせですからね。矢上氏には以前、つぶやき検索という僕が開発したツールを使っていただきましたよね。ああ、そんなのあったな。確か、ユッターとかいう SNS をハッキングしてたっけ。ええ、あれをベースにパワーアップしたのが今回のシステムです。あれとは似て非なるシステムなのですが、ま、何はともあれ実際に見ていただきましょう。画面に表示されている小さなウィンドウがユッターのつぶやきを抽出したものです。つぶやきの背後に表示されてるのは偉人町のマップだよな。ええ、偉人町のどこでそのつぶやきが行われたのかをマッピングしてあるのです。このようにリアルタイムに更新される SNS の情報、いわゆるビッグデータを AI が収集、トラブルに関連しそうなつぶやきを抽出し、マップ上に一覧したのがこの画面ですな。トラブルに関連しそうなものだけを。すげえな、そんなことができるんだ。今はまだ AI が賢くないので、意味のなさそうなワードまでピックアップされてしまうのですがね。だけどつくも、これ何に使うんだ？探偵の営業活動に使えればと思っております。営業？僕たちは偉人町でまだまだ無名。これから評判を高め、依頼を増やしていく必要があります。まあそうだな。そこでこのバズリサーチャーの出番というわけです。バズリサーチャー？ SNS で話題になっているワード、いわゆるバズってるワードの元にはトラブルが眠っている可能性があります。ですので、システムで検出されたワードの地点に急行し、トラブル解決に貢献することができれば、結果として町での我々の評判も上がっていくというわけです。なるほど、そうやってこっちから売り込むわけか。ほとんどの案件は無償奉仕になるとは思いますが、そこは先行投資と割り切る。こういった地道な活動の積み重ねによってこそ、我々の評判は上がり、仕事は増えていくはずなのです。ま、そう思惑通りにいくかどうかは試してみないと分かりませんがね。な、つくも、これ面白そうだから俺も使っていいか？もちろんですとも。まだまだ未完成ですので、試験運用したかったのです。矢上氏にはぜひ実際に使っていただいて、いろいろと改善していければと思っておりました。なんだよ、俺を実験台にすることも織り込み済みか。バレちゃいましたか。では早速、矢上氏のスマホでも使えるよう、僕が開発したアプリをインストールしておきましょう。ああ、頼むよ。これでよしっと。どうぞ。どれどれ。ん？なんかごちゃごちゃしててよくわからねえな。どこに行けばいいんだ？ちょっとノイズとなる情報が多いですね。
まさに無秩序。エントロピーが増大しまくりですぞ。ではワードを絞り込んでみましょうか。絞り込む？ええ、ワードを絞り込むことで余計な情報が減り、トラブルの発生地点を特定しやすくなるのです。どうやって絞り込むんだ？その AI っていうのがやってくれんの？いえ、さすがにそこまでは。 AI がこれというワードをいくつかピックアップはしてくれるのですがね、ハズレも多いのです。ほら、このようにいろいろワードがあるな。さて、問題はここからです。ピックアップされたワードから正解を絞り込む上で頼りになるのは経験や直感、あるいはひらめき。要するに最後は人間の勘ってことね。シンギュラリティでも起こらぬ限り、勘こそ人類が AI に勝る最後の武器となるでしょう。では早速、探偵としての豊富な経験をお持ちの矢上氏に実際に選んでいただきますか。わかった。事件の匂いがするつぶやきを選べばいいんだな。これなんかどうだ？ちょっと事件の匂いがする。おほう、なるほど。ではこのワードで絞り込んでみましょう。ん、絞り込めたようですな。気が臭いワードがこの通りに集中していますね。実際にここでどんなトラブルが発生しているのかは自分自身の目で確認してもらう必要があります。探し出すのには血と苦労するかもしれませんが、そこはまあ宝探しだと思っていただければ。宝探しね。そう考えるとちょっとワクワクしてきたな。でしょ。街を歩き回り、よく周囲を観察し、目的のお宝を見つけ出す。そこにどんな謎やトラブルが待っているのか、胸が高鳴りますな。よし、そうと分かったら早速探しに行ってみるか。あ、矢上氏、少々お待ちよ。トラブル探しに役立つガジェットがありますのでお使いくだされ。これは？高性能な集音機です。人間の耳では察知しづらい中距離の小さな音を拾うことができるのです。へえ、集音機。このガジェットを使い、町の人の困った声や不審な音に耳を傾ける。そのことでトラブルを見つけ出す。いわば聴覚を拡張するためのガジェットなのです。サンキュー、有効活用させてもらうよ。他にも探偵ガジェットはあるのですが、便利になるよう改造中ですので、そちらについてはおいおい。そうか、楽しみにしてる。結果はどうでしたか、矢上氏。ああ、無事解決できたよ。事務所の売り込みもしておいたぞ。システムを有効活用できたようでよかったです。そういえば一つ補足説明なのですが、トラブル検出のためのワードは自分で入力することもできます。自分で？ええ、例えば町の住人の雑談で取り上げられる噂、あるいはふと耳にした気になるワード、そういったネットには転がっていない生のワードをシステムに入力することで、データベースがアップデートされていきます。すると新しい情報を学習した AI が新たなトラブルを検出してくれるようになるのです。なるほど。街で聞きかじった気になるワードを入力すればいいんだな。ええ、ぜひとも有効活用してくだされ。それともう一つ、事務所の掲示板に依頼が貼り出されています。貼り出されているのは我々では血と持て余すような厄介な依頼ばかりなのですが、もし気が向きましたら引き受けていただけますか。探偵の依頼か。わかった、後で見ておくよ。
ですね。星稜高校2年2組の。え？ちょっと下がって。お前ら覚悟しろよ。後できっちり説明してもらうからな。返事はどうした？ Bro, they came up here with the goddamn mask on. They look fucking ridiculous. Welcome back to Judgment. This is chapter 3. I went to the, had a couple drinks at the, one of the restaurants on here. I'm a little drunk. I'm gonna keep using the snake style until I hit. I gotta get 500 enemies with this. I'm trying to do the whole little town act. You know what I'm saying? Damn, whooped your ass. He tried to block that shit. Crunch! God damn it. Damn, that ain't last long. What's some? Swing, bitch! You want some? Stupid ass bitch. Grab him. Finish him off. Damn. His name is White Mask F. White Mask G. What's that? I fat fingered it. Finish him off. Kick him in his head. Who are those guys, though? Who sent them? よう、手貸すぜ兄さん。え？一人でよく頑張ったな。誰？通りすがりのヒーローだよ。いやっていうかどっから出てきたんだよ。店ん中から見てた。あのさ、マジで危ないんで。遠慮すんな。ここは俺に任せとけって。いやちょっと、お前ら、言っとくけど俺はこの兄さんより腕が立つぞ。は？あれ、くそ。礼ならいいよ。ああ、おかげで連中が誰か分からずじまいになったよ。ああ、失礼。何か待ち合わせだったんだけど、ちょっと2階見させてもらうよ。先生、無事ですか？もう一人誰かここに？ごめんなさい、やっぱり私何もお話できることはありません。待ってください。何があったんです？何か言われたってことですか？ここにいた誰かに。知らない女の人でした。サングラスをかけた。その人はなんて？三越馬君の件には関わらない方がいいって。あなたにもそう伝えるようにって。俺にも？ええ。もし断ると言ったら？その時はこれを渡すように言われました。
小芝ですか。ごめんなさい、私やっぱり。待って。わかりました。ならせめて家まで送ります。やめて。もう関わりたくないんです。明日学校に来ても私には近づかないでください。何のお力にもなれませんから。わかんねえことだらけだな。そいつはハンピン・リューマンの白面だ。あいつらは金次第で暴力を受け負う。雇われの兵隊ってこと？そう言ったろ。で、俺にまだ何か？俺はこの町じゃちょっとした顔でね。でも兄さんは見かけたことがない。なんであんな連中に目つけられた？心当たりは？一応あるよ。あんたに話す気はないけど。釣れないな。さっき助けてやったろ。便利屋？桑名だ。厄介事なら相談に乗れる。金さえ弾んでくれりゃ警察に言えないような案件でもな。別に俺やましいことなんてないし、その手の仕事ならこっちもプロなんでね。なんだよ、同業者ってことか。こっちは探偵だよ、カムロ町の。なんだよ。よそ者のご同業が地元で騒ぎを起こした。あんたが俺の立場ならどうだ？せめて頭下げてもらおうって思わないか？名前を名乗って、この度はお騒がせしましたって言うだけだ。この町の便利屋さんっていうのはそんなに偉いのか？礼儀を教えてやってんだよ。これが礼儀の教え方か？名刺の渡し方もなってね。今の避けたのは褒めてやる。おかげでこっちも火がついた。 This is the dude that says he's a better fighter than me? がっかりさせん。 Is he really? どっからでも来な。 He got yellow health? Oh! 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 Who is he, bro? More, come on! More! I'm gonna have to drink some extract or some shit. なるほどね。こうか。どうだ。Well, he got them boots on and shit. Hey, who's Bro, he always does a dodge move before he attacks. There we go. Bro, he that. I ain't gonna lie, the little. He's so fast. I think he's gonna hit me, but he dodges and then hits, throws off my whole time, and he's cheating. He's cheating.I might have to just dodge. One, two, three.
しくしてもらう。Gotta heal, my brother. I ain't bad. Look, I've been playing the whole game with no heals. I ain't purchased no heals. I got a cheese. Oh, I'm about to lose one here. I lost to a fucking handyman, dude! Okay, you just... Alright. Tired of that shit, bro. Pissing me off. Your little move now, oh. Yeah, you little bitch. I got the gun. Trying to beat him without using no heals. I think I can do it. Never mind. Take the damn heals. Take the heals, bitch. Oh, I can't grab him. Hurrah!
今のはなかなか良かったぞ。いや、あんたも案外頑張ってる。褒めてやるよ。おい、これ以上やったら軽い怪我じゃ済まねえぞ。そっちがな。口の減らねえ。二人ともそこまでだ。札がそこまで来てる。お、杉浦君？何？知り合いかよ。話は後だって。ほら、店の裏口から抜けさせてもらおう。まったくさ、お互いいい大人が何をどうしたらあんな喧嘩になんの、うん、こっちは売られたもんを買っただけだ。今日はここまでにしといてやる。可愛い杉浦君に免じてな。どういう関係？桑名さんは偉人町の先輩で便利屋さん。表にも裏にも顔が広いんだって。その分料金はちょっとお高いみたい。一緒に仕事したことは？ないけど、一応僕ら事務所開く前には桑名さんに仁義切ったよ。これからこの町で500回になりますって。そうだ、誰かさんと違って礼儀をわきまえてる。よう、それよか、いきなりターボを襲ってきた連中ってのはなんだ？ハンピン・リューマンってギャングだってさ、そこの桑名さんが言うには。ハンピン・リューマンの中でも白面通殺し屋集団だ。ただ、さっきの連中は腕が悪かったみたいじゃねえか。いや、狙った相手が悪かったんだよ。ちょっと待ってよ、いきなり殺し屋って、そいつらなんで八神さんを殺そうと？今回の目的は脅しだけだったのかもな。さすがにあんだけ人目のあるとこで殺しまではやんねえか。いくらハンピン・リューマンでも。そのハンピン・リューマンから雇い主が誰か聞き出せない。俺を狙ったのはドイツだ。無理だな、連中は自分が誰に雇われてるかなんて知らない。ネットの闇営業で仕事を受けてんだ。逆に言えば、あんただって奴らを匿名で雇うことができる。なんなら俺から口聞いてやるよ。今んとこ間に合ってますんで。なあ、あんた何に首突っ込んだんだ？これ以上騒がすようなら俺にもかませろよ。土地の人間にしかできないこともあんだ。特に裏社会まで絡むような時はな。いいんじゃねえか？何が？そんだけ偉人町に詳しいんなら何か役に立つだろう。それにさっき白面とかいう連中から助けられた義理もあんだ。別に助けてもらったわけじゃ。硬いこと言うなよ。面白そうなやつじゃねえか。よう、これから一杯どうだ？おごるぜ。あんたは話せるな。構わねえが、二軒目は俺におごらせろよ。かな、気持ちのいい野郎だな。まだ飲むの？お前も行くだろ、タボ。いや、今日はよしとくよ。つくもんとこに戻る。ちょっと情報を整理しときたい。構わねえさ、来るもの拒まず去るもの追わずだ。おお、それだそれ、俺も今そう思ってたのよ。なんか初めて会った気がしねえな。なんとむごい。この写真を沢先生も見たのですか？そう、すっかり動揺しちゃって話を聞ける状態じゃなかった。その写真をよこしてきたって女は、まず間違いなく三越芝殺しに関係してる。つまり江原の仲間か手下だった可能性が高い。それが
ハンピン・リューマンを雇って矢神氏を襲わせたのですね。そして御子柴の剣から手を引けと言ってきた。ふん、波の探偵ならビビって言う通りにしてたかもな。でも連中はなぜ矢神氏が邪魔なのでしょう。御子柴殺しを嗅ぎ回られたくないということで。それなら警察の捜査の方がよっぽど嫌なはずだけど。確かに警察が動いているのに矢神氏の調査だけ止めても意味がないですな。だから多分連中が本当に脅したかったのは俺じゃない、沢先生だ。4年前に江原敏郎が自殺した時、彼女御子柴のいじめを責めてたらしい。だから俺は何が本当なのか先生に話を聞くつもりだったんだ。でも連中はその辺に触れさせないようにしたかったかもしれない。だとすると敵の脅しは効果的でしたね。おかげで沢先生は貝のように口を閉じてしまいました。大丈夫、まだこっからだよ。それに連中だって一つミスったろ。え？ギャングに追っ払わせるつもりだった探偵がかえってこうやる気出しちゃってんだから。なるほど、それは随分大きなミスを犯しましたね。その夜、偉人町で見つかった死体の身元がテレビやインターネットで報じられた。これで清涼高校の誰もが御子柴博の死を知ったはずだ。あの学校の中で世界は一変したと言っていい。